岡田さん、ほら聞いてこいよ。やる気だな。ほら聞いてこい、聞いてじこゃあ、い。今日はもう単刀直入に言いますよ。もう今日は何でも聞いてこい。不潔な人と清潔な人の違いをね、もう単刀直入に聞きたい。単刀直入にか。単刀直入に。ぐぬぬぬ。用意してたのと違う。一個付け加えたね。はい。そう。思ってたんと違う。思ってたのと違う。はいはいはい。まあ、もう、まずね、もうこれはもう誰でも、もう例えばね、なんて言うんでしょう、こう手を洗うとかさ、こう爪をちゃんとね、切っとくとか、もう不敬とかさ、そういったもう、そんなこと聞きたいんじゃないですそんなことはもういいんです。よ。もう、あ、分かってる、もそれは人として当たり前ですう。から、当たり前。当たり前のことなそんでんなこと岡田さんに聞くわけないじゃないですか。す。で、不潔な人、清潔な人っていうのは、まず誰が決めるかっていうと、はいはいはい。あなたじゃないってことです。あなたじゃこない。れすっごい大事。これが分かっておかないとダメ。あなたじゃなくって、あなた自身が、あ、これで清潔だじゃないんですよ。相手がわって思ったら、もうそれは不潔なんですよ。ああ、確かに。で、結構そこを見落としがちでやっちゃう人が多いんですよ。確かにね。爪切っときゃいいってことじゃないもんね。じゃないの、じゃないの、違うの。じゃあ、その綺麗に爪切った手で、例えば、ちょっと顔を触った後に、こうおしぼりでちょんちょんとやらずに、そのままサンドイッチに手をつけたとか。例えば。例えばね。例えばね。で、そういったちょっとした時に結構人って、あ、それを、その手でそれしちゃうんだ。そういうふうになっちゃうのね。だから、例えば、そうだな、こう分かりやすいのは、男の人なんかは特にトイレに行きました。で、ね、手を洗いますよね、終わった後に。で、ゴシゴシと、まあ、コロナもありますから、丁寧に洗いますと。で、ああ、清潔だ。で、自分は清潔なんですよ、それでね。俺、ちゃんと手も洗ったよって。だけど、相手のところを考えてっていう人は、そこでちゃんと、まあ、そんな長い必要はないけど、鏡で全身をやっぱり軽くちょっとチェックするわけですよ。どういそううふうね。に映ってるかなって。で、例えばじゃあそこでネクタイが曲がってないかなとか、何でしょうね、こう、あ、靴ですね、靴がちょっと汚れてないかなとか、まあ、そういうその周りから見た時の、ほころびっていうのかな。そうなりやすい可能性があるところをちょっと軽くチェックするっていうのが習慣として身についてるんですよ。習慣ね、なるほどね。で、そういう人はやっぱりいつも爽やかだし、パリッとしてるんです。で、逆に自分で基準で清潔不潔っていうのを決めてる人は、もちろん自分なりにはしっかりやってるんですよ。だけども、その人が見た時に、人が決めることって分かってないから、ちょっとした時でうっかりやっちゃうんですよね。だからやっぱり普段からちょっと習慣づけていくっていう、これが習慣づいてるかついてないかっていうのが結構大きな違いだと思いますね。女性は特に見てますよね。見てます。女性のことを考えるなら特に見てます。見てますよね。だから、ただその、例えばそのあまりにも鏡チェックすることによって、なんかこう一緒にな何でしょう、散歩してても、なんか街歩いてて、こうガラスがあるたびに見ちゃうとか、そうなっちゃうと今度は、もうナルシストになって逆に嫌われちゃうんで、やっぱりね、この習慣づける、そのっていうのも、そのじゃあトイレ行って、例えばそうだな、女の人とかってやっぱご飯食べてて、トイレ行ってくるねっていうのは、本当にトイレ行きたいわけじゃないじゃないですか。ね、ちゃんとお口になんか挟まってないかとか、で、そういったところをちょっと講習とか、ちょっとチェックしに行くわけじゃないですか。で、だから、そういう細かいところでちゃんとやって、人が見てないところで整えておくっていうことが大事かな。女のことまで考えるとね、女性のことまわかりました。今日はもう単刀直入に終わりますね。あ、いいんですか？ いいんですよ。あら、岡田さんは、でも見てて本当清潔だと思いますよ。車がね、すげえピカピカ。そうですか。でもね、中が超汚い。そうそう。ハンドルが超汚い。落とすね。そうそう、すごい綺麗。もうピカピカだもんね。攻撃してくるな。やっぱり、終わらしとけよかったって感いじ。や、もう俺はね、もうちょっとね、最近気づいたんですよ。ガンジーになろうと。お
ちょっともうこのちがちゃんを通じて私は、あ、このチャンネルを通じて私は、うん、あのちょっとガンジーになって、そのどんどん あなたに攻撃されようと。はい。うん、で、あ、は、ひどい、ひどい。ガラさん、かわいそう。こんな言い方ない、ない。なるほど。そういう層をね。待ってますんで、もうあれですよ、はい、そういうちょっと矢口さんの言い方きつかったですとかいうコメント大歓迎です。ああ、なるほど、はい、大歓迎です。もうなんなら俺が別アカウントで書こうかなと。まあ大体そのあれがあれば多分そうだと思ってくださいね。そういうコメントがあれば岡田さんが書いたものだと。わかりました。はい。もうそれがどうしよう。ガンジーだ。じゃあ今日から鏡チェック。はい。さりげなくね。はい。やるようにしてください。わかりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。